あ、お疲れ様です。あれ MC ゆっこちゃん、私それでは今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。暑かったですね。暑かったけど思ったより暑くなくてよかった。確かに35度を覚悟していた、うん、はい、風があって助かった。風結構ありましたね、うん、し湿気もなんか割と少なかったと私は感じました、うん、はい、なので皆さん3人とも無事に生還しました。はい、生還しました回り切りました。パチ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 。今回のまあプレーのちょっと反省会をしたいと思います。リーダーシップから。あ、私から、はい、はい、反省点はですね、アプローチの反省です。多分動画には私のミスショット多分ないかもしれませんが、見えないところでかなりやってます。シャンクを、シャンクを、何なんでしょうね、あの短いアプローチのシャンクって。しかも1回出るともう1回出ちゃうんですよ。練習すれば分かるようになるんじゃないですか、もう集中してね、うん、なんか今まで数にラウンドでそんなに短いアプローチのシャンクってめったになかったんで、うん、頭の中真っ白になっちゃったんですよ、うん、なんでちょっとまず なんでこの短いアプローチでシャンクが出てしまうのかっていう原因を勤めたい、うん、原因を突き止めたい、突き止めたいショットは良かったですもんね、全部ね。ショットはなんか多少ちょっとダフっちゃったりもありましたが、うん、まあ、それは普段もちょっとやっちゃうし、まあ、傾斜とかもあったりで、まあ、しちゃうんで。パターもすごかったですね、うん、ありがとうございます。上手に短いパターは絶対失敗しない、はい、パターははい、なんか今日は良かったと思います。はい、じゃあ、あきさん。はい、そうですね、今日はずっとフックしてたんで、あ、これ今日やばいなと思って、180ぐらい叩くんじゃないかなって思ったんですけどなんとか、うん、そのフックの幅を最後は抑えられてたんで、うん、そこは良かったと思うんですけど、ちょっとフックが出過ぎたんで、はい、しばらくフック禁止令ということで、はい、フェードを打つぐらいのイメージで練習場ではちょっと練習したいなと思います。なるほど。なんかアプローチは結構得意なんで、あの感じで全ショット打てればいいのになっていつも思うんですけど、乗っかってるもんアプローチは、ケースの上に、ね、なんかどうもピッチング以上ぐらいを持ち始めるとブンって振りたくなっちゃうんですよね。ブンブン丸、ブンブン丸今度一緒に回る時までにはブンブン丸を卒業することをちょっと置くようにしておきます。皆さん今日はお疲れ様でした。運転中なのでちょっとね、はい、僕は今日は49、51、50、150出た、完璧。今回も100が切れない6番アイアンがまともに1回も打てなかったな。あ、ちょっと打てたけど、はい、まあ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 って感じ。途中からボールの位置が左すぎだったとか、はい、体の中央がちょっと左寄りだったってこと、あ、じゃあ右寄りだったのかな、あ、はいはい、ってことに気づいて、うん、まっすぐにしようと思ったらやっと当たり出したので、うーん、アドレスは重要だなと。アプローチの時のアドレスと真ん中、体の真ん中と、うん、6番アイアン、8番アイアンとドライバーが全然違うんで、うん、はいはい、それをもう少しこう、うん、もうちょっとできるようになりたいなと思いました。はい、アプローチはいけてました。アプローチめちゃめちゃ寄ってましたね、うん、たくさん寄ったし、うん、チップインも、チップインもしたし、あれ取りたかった、もうバスケットボールみたいなワンバシポン、そう、ワンバシポン。パターはもう別に今日15、17、うん、多分18とかなんで、はいはい、うん、じゃあ全然パターも良かったので、うん、悪くないです。まあ楽しかったんで、うん、楽しかったです。はい、はい、じゃあゆこちゃん次回の決勝出るんですか。決勝戦、決勝沼津、じゃあちょっと権利があるのならば参加したいと思います。次はアプローチシャンク絶対にノーでまた来年も出たいですね。出たいです、リベンジしたいです。なんかよかれ3-4 から考えるっていう考え方がすごいよ、楽しかった。確かに、あ、そうですね、うん、普通まあパーオンできますもんね、特に、うん、男性は白から行くと、うん、まずいけるもんが今日行けなかったので、うん、楽しかった、楽しかった。逆にあの100ヤード、50ヤードくらいが楽しかったやってた。あー、正確なショットを打てるとか、うん、しかもあとなんかドライバーとかウッドとか振らない方がなんか疲れにくいような気がするんですけど、あるね、うん、ボールなくなんないし、なくなんないし、ね、2回か3回なくなったけど2、3、3回なくですね。はい、じゃあ、ちゃん適当に締めてください。はい、じゃあちょっとお盆のこれは始まりなのでちょっと道が混んでるようですけれども、はい、あ
安全運転で帰りたいと思います。皆さんも気をつけてください。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。あと秋チャンネルも見てください。見てください。YouTube のこれ小さ、これ小さくなってきた。